はい、えー、皆さん、こんにちは、えー。春でございます。えー、今日はですね、えーと、午後から雨降ってきちゃいまして、今も雨降ってるんですけれども、えー、ちょっとですね、昨日ですね、えー、なんて言うんでしょうね、えー、嬉しいことって言っていいのかしら。あの、えー、っとね まあ、私はまあ、えー、もう皆さん分かっての通りトランスジェンダーなんですけれども、えーまあ、トランスジェンダーを長くやってると,やってやってるとですね、えー、いろんなこと言われます言われまし,ましたますはいであのー、昨日なんですけれども私健康診断になったんですよ会社の。 でえー、っとあのー、まあいろいろレントゲンから、えー、血液検査、えー、心電図、えーまあ、もちろん一通り、えー、やるんですけれどもその中で先生の問診があるんですよね。でこう聴診器当てるじゃないですか聴診器。で胸とかこうちょっとこうこれ上上げて、えー、っとちょっとこうみ見せるというか。 ちょっとこうやるんですけれどもその時にですねえー、っと私あの健康診断のそのなんだろうな会社からこう発行されるやつ要は病院側が会社になんかこのなんだろうな検査項目みたいなところがあってそこにあの私の場合「性同一性障害治療中」って書いてあるのかな。 でまあ、先生ももちろんみんなあの私が、まあ、GID 性同一性障害者ということを分かっている上でみんな対処してくるんです。対処してくれるんですね。で名前なんかもですね、まあ、私解明してないので「えー、春」という名前を使ってくれと言って問診票も全部 ほにゃららはるって書いてあるんですよ。ですから、ほにゃららはるさん、何番にお入りくださいって言われて、全然私としてはもう違和感ないんで、嬉しいんですね。で、まあ、みんな、みんなが、その病院、もう何年も、もう何十年か、あの、会社で、えー、行ってるんで、あのー、もう皆さん私のことは知ってるんですけれども、えっ、ー、とね、問診でですね、 去年ぐらいから来た先生か男の先生なんですけれどもでまあもちろん性同一性障害っていうこう見ながらここにやってくれるんですけれどもあのー、マンモグラフィー要は乳がん検診、えー、受けた方がいいよって言われたんですよはいであのー、性別男性なんですね であのこのえっ、ー、とまあちぶさはですねあの私の場合はですねこれ作ってるんですね <laughs> これ包うはもう皆さん分かってると思いますけどこのほう手術なんですよはいで先生はそのこと知らなかったんですよねただ性同一性障害って書いてあって でまあこの胸じゃないですかだからあのハ、ー、ルさん女性ホルモン注射してて胸がこんだけ大きくなったんなら、あのー、マンモグラフィー検診を受けてくださいと、うん、いくら性別が男性でもここが、あのー、女性化の乳房になってるので えー、受けてくださいはいその時はですねあの実は見てるんですよ全部先生これな生で。ということはですよすごいちょっとこれどうなんだろう私は嬉しかったんですけれどもああ本物に見えるんだ <laughs> あ本物に見えるんだと。 本物なんだあ、うん、本物に見えるんだいや,めいやーもうなんかちょっといろいろそのマンモグラフィー検診のですねその窓口とかいろいろ教えてもらっている間ちょっともう頭の中はもう嬉しくて嬉しくてですねあなんかすごい嬉しいなって、うん、思いました。というですね <laughs> あのー。 なんだろうトランスジェンダーとして嬉しかったことの一つとしてですねちょっと残しておきたいなと思いましてえ動画撮ってみました、はい嬉しいですよはい私こう何だろう見てなんかね受けてください本物に見える本物なんだ本物じゃないんですよ あのドイツ製のですね <laughs> やっぱドイツ製のがいいのかなよくわかんないですけれども <laughs> 本物に見えるみたいですこれはいということで春でございましたえー、全然いやらしい話じゃないですよね、えー、トランスジェンダーの、えー、ちょっと嬉しかったことの話でございましたさよなら失礼しました